奥の扉を開けるとですね、冷蔵庫が装備されているんです。このようにフラップが自動で出てくるんです。今回のレビューはですね、運転手くんを用意して後部座席のレビューをしていきたいと思います。今回の輸入車徹底解剖でご紹介するのはこれらの超高級 SUV2 台です。SUV の中であってもですね、乗り心地なんかに妥協したくない人が選ばうと思った時にやはり真っ先に思いつくのはマイバッハ GLS600 を持ってまいりました。一方でちょっとこちらのモデルはギラギラしすぎていて周りからの目が気になってしまう、そういった方はですね、レンジローバー、これら2台をですね、どちらの方が、どういったお客様にぴったりなのか、2台のいいところやデメリット、そういったところにもですね、触れながら比較していきたいと思います。それではこれら2台を実際に購入するときに必要になってくるボディサイズを見ていきたいんですが、どちらの2台もですね、横幅が2メーター、そして全長は5メーターを超えているため、この車を購入しようとされている方は平置きの駐車場を手にしていることがマストな条件となってしまいます。まず早速マイバッハのエクステリアを見ていきたいんですが、通常の GLS とはですね、もうパッと見の印象から大きく違います。まず目を引くのはですね、この縦のグリルではないでしょうか。通常のですね、メルセデスのモデルと比べてこのグリルがですね、専用の縦の模様となっています。さらにはですね、このマイバッハのエンブレム、そしてこれだけ広い面積をですね、このクロームに覆われているフロントグリルというのが一目でマイバッハだというのが分かる仕様となっております。続いてレンジローバーのエクステリアなんですが、こちらのモデルもですね、2000万円を超えているモデルであります。しかしながらですね、こちらのマイバッハとを比べてみると、それをですね、少し隠しているような奥ゆかしさがあるデザインとなっております。またこちらのレンジローバーの方がですね、よく見てみると塗装面がですね、綺麗であったりとですね、高級車にふさわしいような塗装をしているといったところもあります。続いてホイールなんですが、これらの2台には共通点があるんです。なんと2台とも23インチという超大きなホイールがあしらわれているんです。ホイールサイズを大きくすると足回りが重くなってしまって乗り心地が悪くなってしまうんですが、これら2台のですね、超高級車がこれだけ大きなホイールを履いているというのはですね、各メーカーがですね、足回りや乗り心地に自信を持っているからこそですね、使えるホイールサイズが採用されているんです。サイドから見てみると、この車のデザインコンセプトが違うことがわかります。こちらの GLS マイバッハの方はクロームなどがたくさん使われていたりとですね、足し算のデザインになっているんです。しかしながらこちらのレンジローバーの方はですね、こういったヘリの部分なんかを見てもですね、ほとんどメッキが使われていません。そしてサイドを見てもですね、メッキ類などがほとんどないといった引き算のデザインをされているのがこちらのレンジローバー。このように対照的なデザイン思想となっています。またこれら2台にはですね、共通点があるんです。このようにフラップが自動で出てくるんです。マイバッハの方がですね、後席の方がフロント側よりも太くなっている、このあたりはですね、よりショーファードリブンとしての性格が強いことがよくわかります。続いて2台の後部座席をチェックしていきたいですが、まずは GLS マイバッハの後部座席を見ていきたいと思います。後部座席を見てください。この優雅な空間を、このようにですね、 GLS のマイバッハはなんと元々の GLS は3列シートだったものをですね、1列取っ払って4人乗りにすることによって、これだけ広々とした空間を手にしているんです。後部座席でありながらもですね、これだけ、リラックスしたような姿勢を取るようにできていたりですね、とてもラグジュアリーな空間になっています。一方でですね、少し残念なところをお伝えすると、少し前までのマイバッハのモデルはですね、よりロングホイールベース化していて、後部座席がですね、しっかり足が伸ばしきれる、そういったですね、特別感があったんですが、このマイバッハはですね、普通の GLS とボディサイズが変わらないため、十分くつろげる空間ではありますが、以前までのマイバッハと比べるとどうしてもですね、スペース上の制約を感じてしまいます。そして後部座席にはマイバッハらしい装備が他にも隠れています。それはこの扉を開けて出てくるシャンパンクーラーです。ここにはですね、専用のシャンパングラスがぴったりと収まるホルダー、そしてこの奥の扉を開けるとですね、冷蔵庫が装備されているんです。何
何よりもですね、車の中にシャンパン専用の冷蔵庫がある、そのあたりがですね、やはりこのレンジローバーにはないですね。ショーファードリブンに特化した車だからこそ味わえるんですね。特別な空間だということを強く感じさせられる作りとなっているんです。続いてはレンジローバーの後部座席を見ていきたいと思います。このようにですね、レンジローバーの後部座席もとっても高級感のある作りとなっています。特にですね、驚いたのはなんとレンジローバーの方がですね、革の質感がより上品で滑らかな革となっています。もちろんですね、マイバッハの革もとっても柔らかかったんですが、この革はですね、今まで乗った車の中で一番柔らかいのではないか、そう思ってしまうぐらいですね、とっても柔らかくて上品な革になっているのがこのレンジローバーです。またですね、マイバッハのように4人乗りにはなっていないものの、この電動のボタンを押すと、なんとセンターのですね、部分が電動で降りてきて、ここにはですね、モニターなんかが設定され、この後部座席でありながらも冷暖房が調整できるのはもちろんですね、シートのベンチレーションやシートヒーター、そしてですね、こういった、細かいですね、操作類がですね、すべてこのタッチパネルでできる作りとなっているんです。風の流れなんかもですね、この、タッチパネルで操作できるといったところもですね、面白いところではないでしょうか。今回のレビューはですね、運転手くんを用意して普段とはちょっと違った後部座席のレビューをしていきたいと思います。乗り心地がとてもいいです。 SUV のように車高が高い車ですと、横に振られてしまって後部座席の快適性っていうのはセダンに劣るような印象がありました。しかしながらこのマイバッハはですね、車高の高い SUV でありながら、そういったですね、余計なふらつき感っていうのが一切なく、本当に車の姿勢がフラットに安定していて、とても乗り心地がいいです。レンジローバーとの乗り心地の味付けで比べるとですね、こちらのマイバッハの方がですね、サスペンションの味付けに芯があるような感じがします。そのためですね、芯がある分ですね、車の姿勢や体がこうやって揺さぶられることがなくですね、安定して乗れる、まさにですね、ドイツのアウトバーンで育てられた地上を走るプライベートジェットのような感覚があります。さらにですね、マイバッハモードというより乗り心地が良くなるモードがあります。これはですね、車の動きの限界性能を下げてまでですね、後部座席の人の乗り心地に特化したモードになっていて、このマイバッハモードになるとですね、車の動き自体がですね、すごくゆっくり動くように制御されます。後部座席に人が乗っているときはこのマイバッハモードを選べばですね、確実に後ろの席で爆睡してもらえると思います。静粛性についてなんですが、静粛性についてはですね、もちろん十分いいんですが、マイバッハと聞くと思ったより静かではないかなといったところが、率直な感想です。今までのですね、マイバッハの方はですね、運転席側と、後部座席のところにですね、隔壁があってですね、音がしっかりと遮音されていました。またこの車は SUV にしては静かなんですが、どうしてもですね、セダンなんかに比べると空気抵抗が大きくなってしまうためかですね、速度域が上がっていくと多少の風切り音が入ってきます。続いてレンジローバーの後部座席の乗り心地なんですが、こちらもとっても快適そのものです。しかしながらですね、マイバッハの方がですね、こう突き上げ感の角がなくてですね、丸かった印象があります。こちらもですね、もう比較しなければ最高に極上な乗り心地なんですが、大きなですね、入力が来た時の、角がですね、若干立っているかなといった部分があります。一方でですね、驚いたのはこのレンジローバーの方がロードノイズが少ないことです。ホイールハウスのところにですね、センサーが入っていて、ノイズキャンセリング、イヤホンなんかであるですね、ノイズキャンセリングの機能をですね、このスピーカーでやっているんです。そうすることによってですね、ロードノイズの低減のされ方、より優れている。そして窓からの音の遮音性では、マイバッハの方が優れている。そのように感じます。今回はですね、とっても豪華な2台を乗り比べてみましたがですね、それぞれの車の良さといったところが、両方味わえたと思います。やはりですね、マイバッハの方は、本当にラグジュアリーなブランドであるからこそですね、なせる技といった部分を感じる。車に乗っている上でのふとつく部分がですね、徹底的に排除されているなといった印象がありました。
そしてですね、レンジローバー、こちらもですね、長年ずっとラグジュアリーな SUV を作り続けてきた歴史の厚みというのを感じました。砂漠や岩場なんかを走るモードが搭載されている超本格的なオフローダーでありながら、ここまで乗り心地に優れている、普通では相反する部分が高い次元で両立されているのがこのレンジローバーだなというふうに思いました。どちらのユーザーにおすすめかといった、最初のテーマに話を戻すとですね、とことんですね、後部座席との快適性を極めていきたい方にはマイバッハ、そしてですね、人からそんなに目立ちたくはないが、人とは違った豪華な空間で快適な移動がしたい、そういった方にはですね、レンジローバーがおすすめできるのかなというふうに思いました。今回の輸入車徹底解剖では超高級 SUV を2台ご紹介しましたが、それぞれですね、とても個性的な魅力が詰まっていることがよく分かりました。どちらの2台もですね、キャラクターとしては似ていますが、見た目のエクステリア、そういったところを見るとですね、結構好みが変わる2台かなというふうに思います。実際にどちらが好きか、それはですね、ぜひ乗り比べてみて、それで自分の好みで選んでもらいたいなというふうに思える2台でした。このようにトップランクの YouTube チャンネルでは、車好きが車好きに向けて動画を制作しています。ぜひですね、車好きの皆様、チャンネル登録で応援をお願いします。また次回紹介してほしい車、それをですね、皆さんのコメント欄でお待ちしています。地上を走るプライベートジェットなんよ地上を走るプライ、落ち着いて、あ、運転手くん、そこ右でお願い。うぜえ顔したわ